来合寺来合寺は、新潟県柴田市にある寺院である。大恵三年に創建、遠州森町大統院二世の女中隆氏によって、回帰された。寺の裏には、背後の山と調和した庭園がある。柴田藩四代目、藩主溝の口茂雄公の若年時代は、行状に問題があり、家臣たちは苦慮していた。しかしながら、家事三ミニエ門は臆せず、 シゲ公に還元をしていた。再三にわたり還元したことにより、シゲ公は怒り、火事三右衛門を上下より三里以内に住んではならぬと、放逐した。遠方九年十月五日、三右衛門は死をもって、殿に比例を浴びようと、母大寺である、大豪寺の母前にて切腹しようとしたが、解釈を頼んだ下僕が恐ろしくなって逃げてしまったため、やむなく自らの喉笛を切って果てた。 その後、上住を殿伝に、不可解なことが起きるため、修行公は放っても置けず、三右衛門の母提を弔うため、虎林庵という用を建て、冥福を祈った。浦山頂上にある、墓地の石像、観音の背に、遠方九年法学領海孤児、一心前朝孤児と彫ってある戒名の一つが三右衛門の墓と言われている。母親戦争時、本来勤能である。 柴田藩は近隣の各藩が不大、または審判のため、最初から勤能であると主張できず、非常に苦慮し、やむなく奥上越列藩同盟に加盟した。長岡城が落城し、これを奪還するため、列藩同盟では越後各藩に火星の差し出しを命じた。柴田藩は断るわけにもいかず、やむなくさが正体に大砲隊を送り出した。しかしながら、藩士たちは、 こうした進軍を喜ばず、三日をかけて八里しか進まなかった。新逸を過ぎた中村付近まで来ると、かねてから藩の培った勤労思想が浸透していたことから、新逸の王将や桂信吾が指導した数千の人々が集まり、タイの行く道を塞いで引き返らせた。列藩同盟はもはや容赦できないとして、藩主溝の口直政公を、 作戦の打ち合わせという表面上の理由で、実際は人質として上野関に出頭を命じた。そして、藩主受け取りのため、村松藩藩士稲毛源の右へ門が柴田に派遣されてきた。柴田の老身たちは協議の結果、ここで拒絶して、戦になるより藩主が上野関に行った方が良いということになり、慶応四年六月7日、加納の溝の口匠と藩士数名が、 直政公を警護し、上野席に出発した。諏訪神社の三つ谷口まで来ると、城下三組をはじめ、岡方方面の人々が手に、竹槍や槍、刀で武装し、直政公の籠を取り囲み、行く手を阻んだ。次々と人数が増し、夜になると数千人の群衆に膨れ上がった。そして道々の橋を切り落とし、進めなくしたため、ついに、直おま一行は、 清水谷御殿に入った。これらの騒動を指導したのは、島方の王将や小川五兵泉の組、王将や井上千野城、長泥村、前田又野城、浦木村王将や、蘇我勢継などで、北進隊の隊長、くずつかの遠藤七郎もその隊員を引き連れ、参加していた。やむなく翌く8日、加労の溝の口匠を上野席に急行させ、 領民の騒動のありさま報告し、その了解を求め、直政公は9日に帰城した。このために、藩主直政公を受け取りに来ていた、稲毛玄の右衛門は、情勢の激変にその任務を果たせず、死をもって責任を果たそうと、大号寺の便所において、切腹をした。その際、腹綿をつかみ出し、振り回したのであたり一面天井や、腰板、 との表面まで鮮血に染まった。現在も寺の便所にはその血痕が黒々と染みついて残っている。稲毛玄の右衛門の戒名は、源の林院、大道両中古寺である。2018年4月現在の情報を掲載する、柴田の寺院物語。ありがとうございます。